早いっすね、今ね。お久しぶり、カミカムカメさんからラジコで聞いていますが、ラジコのデジタルマスターの音の違いは分かるものでしょうか。お、いきますか。最高の眉優。ハリーがナビゲートしています J-WAVE Hello World Friday。 さあ続いてはサイバーラボのコーナーです。まあね、もう最近ちょっと涼しいですけども、これからの季節やっぱり食べたくなる冷やし麺、今週のサイバーラボではラーメン女子がおすすめする喉越しつるっと爽快な冷やし麺を紹介しています。題してラーメン女子がナビゲート冷やし麺始まりました。水曜日からはですね、ラーメンは週5で11杯結構ですね、というラーメン女子森本さと子さんにおすすめの冷やし麺を紹介していただいています。さあ今夜はどんな冷やし麺を紹介してくれるんでしょうか。森本さん、お願いします。ハローワールドをお聞きの皆さん、ハリー杉山さん、こんばんは。森本さと子です。ついに今年ラーメンを食べ始めて10年目になりました。本当にラーメンって飽きずに美味しく食べれるなと思って毎日楽しく食べています。今夜ご紹介する冷やしラーメンは福の神食堂さんの冷やし煮干し中華そばです。こちらのお店は中華そばがベーシックにあるんですが、本当に日本人が大好きなラーメンを提供してくれるお店です。いつも出してくれる限定の麺は女性に特に受ける限定を出してくれるお店なんじゃないかなと思っています。早速いただいてみたいと思います。見た目はですね、本当にベーシックな中華そば醤油ラーメンといったような感じなんですが、いただきます。麺はパッと見は喜多方ラーメンみたいな平打ちの縮れになってますね。でスープがトロトロなんで、麺とスープを一緒にすくい上げられるみたいなのは今まで食べた中でもなかなかないんですけど、辻さん、なんかこれをトロトロにしたこだわりというか何かあるんでしょうか。これは、鶏のコラーゲンですね。鶏のコラーゲンと昆布、あとはオクラのを使ったとろみになってます。あっさりした中にやっぱりこう個性的な特徴を出すには、こうとろみというか麺と一緒に食べた時に非常にあんが乗っかってくるところが非常に面白いなと思って、他のお店にないぐらいとろみをつけました。これは、冷やし煮干し中華そばと言われているように、4種類の煮干しと、あとは2種類の千葉県産の醤油を使って、います。やっぱり煮干しとかお醤油というのは日本人が非常に懐かしいというか親しみのある食材なので、冷やしで召し上がっていただけるように、作ったものです。高タンパク低カロリーの鶏を使ってあったり、ネバネバの健康にとてもいい食材を使われているので、ちょっとダイエットをしていてラーメンをちょっと食べにくいなと思っている女性の方でも気軽に食べに来れるようなラーメンだと思うので、はい、ぜひ食べに来ていただきたいです。皆さんもぜひ福の神食堂食べに来てくださいね。はい、森本さん、そして店主の辻さん、ありがとうございました。今夜のおすすめ冷やし麺は秋葉原にある、福の神食堂さんの冷やし煮干し中華そばでした。もうネーミングから最高ですよね。あとやっぱその女子がこういうふうにラーメンがっつく姿って結構素敵ですよね。いや、美味しそうじゃないですか、このトロトロスープね。まあ、平打ちの縮れ麺に4種類の煮干しと2種類のお醤油が使われている、このトロトロスープがしっかりと絡み合う一杯ですが、
まあ、この出汁が効いたスープもすっきりとした美味しさね。あの森本さんもおっしゃってましたけど、ちょっと、まあ、ダイエットの方でも本当にまあ、すぐさらっとペロッといけちゃいそうなこの冷やし煮干し中華そば、まあ、上に乗っている具も叩いたオクラやしっとりとした、まあ、鶏の胸肉のチャーシューが乗っていて、まあ、あっさりしてるけど、まあ、旨味がしっかりと感じられると。お値段気になりますが780円となっています。秋葉原にある福の神食堂さんですね。さあ今週のサイバラボはラーメン女子がナビゲート冷やし麺始まりましたと題してお届けしてきました。来週は暑い季節も香りでハッピーです。どうぞお楽しみに。あの冷やし麺からのさらに冷えるシュガーロス。めっちゃ寒くなってきたスタジオが。ちょっとあげる。ちょっと寒いよね。あ、大丈夫です。別に大丈夫です。トニーさんどこ行ったんだ。スヴェン・ゲネクララーメンばっか食べてなんで痩せてんだろう、いいなって。この間ハロワ終わりに西麻布の赤のれん行ったんですよ。めっちゃうまかったんですけど、あれはあのタイミングで食べて速攻寝ると次の日の腹筋が若干 1D になってましたね。 1D になってました。2パックヘアなんて、2パックじゃなかったでしたね。いや、なんか動きたくなってしまって、ちょっとわかなん。ちょっと際どいっすよねこれ。柔道着じゃないですけど、何なんだろう。よく言われるんですけど、うちのおかんがあのハロワ見てくれてるんですけど、もうなんか最近あんたも腕みたいな出し始めてもう下品よみたいな感じで。どうよどうよおかん、どうよどうよどうよ、めめすいません、失礼しました。ちょっとはい、皆さん金曜の夜です。ゆっくりとリラックスしていきましょう。お送りしたのはバニラスカイのサウンドトラックにも入ってますね。一気に先ほどの冷やし麺からさらに冷たくなったようなこの空気感ですが、シュガーロスでスヴェン・グエングラーでした。Oh yes! J-Wave Hello World! ここからが今夜の特集です。レッド・ツェッペリンの初期3枚のアルバムがギタリストのジミー・ペイジの監修のもと最新リマスタリングによって今週水曜日に再発されました。果たしてデジタルリマスターで40年以上前に録音されたサウンドはどんな風に良くなっているんでしょうか。今夜は過去の音源と最新デジタルリマスター版を聞き比べしてみたいと思います。さあまずはですね、1969年に発表された Led Zeppelin ファーストアルバムから名曲ですね、
Good Times Bad Times を聞き比べしてみましょう。まずはですね、リマスタリングされていない初期の CD 化音源のバージョンを Let's have a listen。やっぱめちゃめちゃかっこいいですね。このギターの音とこのバスドラとスネアのドゥデン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 っていうね、いやー最高にかっこいい音源ですけどもね。まあこれがね、まあそもそも出てきたオリジナルですね、初期の CD 化音源バージョンですが、まあね、続いては1994年にリマスタリングされたバージョンをここで聞いてみましょう。はい、皆さんもしかして分かったかもしれません。この一番最初のディーニーっていうこのギターの音がもっとシャープにアタックがかかってるように感じてますよね。お、コンスタンティノープルさんからですね、ドラムスがクリアになったような、確かにそうですね、もっと近づいたようなイメージが強いと思います。はい、94年のバージョンでしたが、まあ、最後はですね2014最新リマスタリングバージョンを聞いてみましょう。Let's listen.もうこれ皆さん分かりましたか？目の前にレッド・ツェッペリンがいるような感じ。千秋さんはおお、ゼッピー分かる、私でも。宮下さんはなるほど。あ、しかもケチさん、最後2014デジタルリマスターバージョン、これはクリアなのがなんとなく僕にも分かる。浜本さん、おお、うん、千秋さん、曇りがない、ロバート・プラントの声がクリアだ。そうなんですよ、本当にすぐその場でレッド・ツェッペリンが目の前で演奏してるかのようなこのスネアの音とかものすごく近く感じます。ではですね、ここでもう一度リマスタリングされてない初期の CD 化音源のバージョンを聞いてみましょう。OK、 皆さんちょっと分かってきましたね。これがですね、ね、ちょっと耳に入れていただいて覚えていただいて、2014最新リマスタリングバージョンになるとこうなります。ああ。もうちょっと聞こうか。
フルで書けます。フルで書けます。あ、もう行っちゃいます、ね。Yes, baby. Ah. 入ってきましたね、このギターソロでも。その前にまずジョン・ボヌム。ジョン・ボーのこのドラムが実にクリアに感じることができます。もう全体的に一つずつの楽器のデフィニション奥行きがありますよね。なんか、うん、すごい集中したらあれちょっともしかして左側にちょっとギターがいるぞ、あこんなとこにパーカッションがいるぞとね、はっきりしてきますよね。セシル・マックベイさん、お粒立ちがはっきりしている。ルンテ・グッツさん、ペイジ・プラント肉眼しました。それぞれ他にもクリアになった気がするという意見が多々入ってきてます。エコさん、音のキレと抜けが良くなっている。ミカコさん、音の幅が広がった気がする。かっこいい、ね、気持ちいいですね。すごいですね。まあでも一体どうやってこのように音が変身していくのか、変わっていくのか、はい、どういう作業が行われているんでしょうか。先月リリースされた井上陽水さんのアルバム氷の世界、こちらのリマスタリングを担当したもうすご腕マスタリングエンジニア、バーニーグランドマーマスタリングの前田康二さんにデジタルリマスターについてお話を伺いしました。リマスタリングっていう作業は過去にね、もう発売されているものを新たに、環境も変わったし、いろんな機材が良くなってるんで新しく作り直しましょうっていうのがリマスタリングで、その中でそのエンジニアさんなりのアプローチがあったり、あとアーティストさんの意向だったりプロデューサーさんの意向があるのが、まあこういうことだからこういう時代に対して新しくしたいですよっていう意向があって、それを組んで物事をやっていくのがリマスタリングで、やってる作業ってしては昔やってる作業と今やってる作業は大して変わりはない。ただ機材が新しくなってるから当然良くなる音はね、でプレスも当然良くなってるし、あのプレスの CD の素材自体も向上してるから当然それに対しても音は良くなってるで、ね、まあたくさんの人が取り込んで聴いてるわけだから、その取り込んだ時にどうなるかっていうこともリマスターに関しては判断しながらやってるし、確実に音が良くなってるかって言われたら音楽って主観じゃないですか。だからある人によってはすごく良くなってる、まあそれはオーディオ的にね良くなってると思う人もいれば、なんだよなんか当時の雰囲気なくなっちゃったなって思う人もいると思う。だからそれはあの音楽の逆に言うと面白いところでリマスタリングの面白いとこかなと思う。だからいい音っていうのは個人の主観でしかないから、こっちとこっちを比べました、こっちがいい音ですっていうのはその人にとってだけの話であって、全体的に見たらなんかバラバラな意見があるのが音楽のいいとこだろうなと思う。でそれってなぜ起こるかというと、過去の思い出がそこに必ず引っかかるから。であの時すごくその曲を聴いて悲しい思いをして、すごく悲しい雰囲気に出来上がったのが新しくなくなって、なんか豊かになっちゃって、なんかその悲しさがなくなっちゃったなと思ったら、それはね音は良くなってるかもしれないけど、その感情に接しられないことになってるから、その人にとってはダメな作品になっちゃってることもあるからね。それはだから一概にリマスタリングになりました、じゃあいい音ですよとは言い切れないなと自分の中では理解してて、でそれはもうみんな個人個人が考えて、感じてもらえればいいんじゃないかなと。でまあ基本的には機材は良くなってるんで、もう CG なんて30年は経ってるもんだから、30年前の機材と今の機材を比べたら雲泥の差の能力が違うってるから、それは今の技術的な能力で楽しんでもらえるっていうのはいいことだろうなと思う。ただね、それによって失ってるものも多分あるはずだから、それも個人が感じてくれればいいかなとは思う。はい、すご腕マスタリングエンジニア、バーニーグランドマーマスタリングの前田康二さん、ありがとうございます。非常に興味深い話ですよね。そもそも音が良くなっているのか、もちろんまあ、とある人たちの中では、まあ、30年前の機材と比べて今の機材の方がいいものだと、ものすごくあもう
でね、あの我々が今聞いたかのようにもう少し近く感じたり、それぞれの楽器もっと聞こえやすくなっている。ただこれが果たしていいのか悪いのかも、それも個人個人の主観によって全く違うと、という話を伺いました。オーディオ的に良くなっているけど当時の雰囲気がなくなっている、ね、それぞれ人それぞれやっぱあの思い出があるんで、あの、まあ、本当にあの、まあ、どっちもどっちもっていうところで、ね、音が全部良くなっているっていう、まあ、断言はできないっていうところ、あとはやっぱりそのマスタリングエンジニアとして、まあ、ちょっと複雑な面というものね伺うことができましたが、どんどんリマスタリング、今夜お送りしていきたいと思います。ここではですね、一昨日リリースされたデジタルリマスターで再発されたレッド・ツェッペリのアルバムからもう一曲お送りさせていただきます。1969年リリースしたセカンドアルバムからですね、 It's from Led Zeppelin 2, This is Whole Lotta Love。What a hell of a love! Damn. What a hell of a love!What a holla la la meow! What a holla la la meow! Meow 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 meow! Ah, やばいっすね。おお、え、何こんなの入ってたっけ？そう。なんすかこれ？え？パーカッションのボンゴズ？うん。こんなの聞こ、もっとすごいひっくり返るでしょ。これ1番と2番の間ですか、ここって。1番と2番の間ですか、このセクションって。そうそう、うん、ウォーオー、やばいやばいやばい。うー、やばい、このパンがやばいね。やばいです、やばいです。あのハウグさんプロデューサーがちょっとビビっております。わあ、やべえ。いた、つった、つった。Wanna holla la love? Wanna holla la love? Meow.
いやすごいですね。これ皆さん45年前の音源ですからね。これが大変身したわけなんですけども、やっぱりちょっとサビの Wanna hold on love love、あそこでのパンニング、左から右に行くこの動き、そこから間奏に入って、今まで聞いたことがないようなパーカッション、あれボンゴスですか、ねえ、もうそれもね、これね、もう怖いです正直、うん、聞いてて聞いて何度も聞いたくなりますが、これがですね、ジミー・ペイジの監修のもとデジタルリマスターで再発されたセカンドアルバム、レッド・ツェペリン2からの Whole Lot of Love です。 The J-Wave Hello World 11台は先月リリースされた井上陽水の40年前の名作氷の世界のデジタルリマスターバージョンと過去の音源を聞き比べします。そしてリマスタリングを担当した前田康二さんに氷の世界デジタルリマスターの裏側についても伺います。お楽しみに。J-Wave Hello World。ここでニュースルームの鹿内さんにニュースとお天気を伝えてもらいます。鹿内さんありがとうございました。さあこの後はおすすめのエンタメ情報をお届けするエンターテインメントストリーム F。 今夜はですね、台湾出身、そしてハローワールドでもおなじみお天気ガールズユニットウェザーガールズのあの方がスタジオに登場。ハロー。よろしくお願いします。ありがとうございます。しゅっ。はい。私たちのニューシングル。わーい。ありがとう。ありがとうございます。トゥーハリーちゃん。わーい。ハリーちゃんって久しぶりに呼ばれました。ハリーちゃん。ハリーちゃん、ハリーです。エースです。エース、よろしく。よろしくお願いします。よろしくよろしく。カメラがそこにあるから。本当？うん、はい。オッケーです。ここでずっと見えてるからね。はい。よろしくお願いします。嬉しい嬉しい。ヤッピー。はい、ありがとうございます。はい。頑張ってね。頑張ります。よろしくお願いします。なんちゃん。
あのハローワールドに前出てくださった時に僕ユーストリームでずっと見てました。あ、本当？そう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 、あのロケの時ね、あの台北でしたっけ？あれ台北です。めっちゃ面白かったっす。やばかったっす。ありがとうございます。あれツイッター見るとすごいリアクションでしたよ。可愛いでしょ？可愛い、間違いない間違いない間違いない。よし、はい、よろしくお願いします。さあ、ここからは番組おすすめのエンタメ情報をお伝えする J-WAVE Entertainment Stream F のコーナーです。今夜はですね、素敵なゲストをお迎えしました。台湾出身のお天気ガールズユニットウェザーガールズのあの方です。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。私はウェザーガールズの火曜日ガール、前向きないつも可愛い S です。 S ちゃんです。お久しぶり。初めまして。初めましてね。ハローワールドはね、はい、前すごいお世話になって、今日もね、はい、ちょっといろいろね聞かせていただくんですけども、ちょっとね紹介させてください。はい、 OK です。はい、ウェザーガールズは2012年、日本での活動をスタートされました。衝撃的なね、僕もちょうどフジテレビで見たんですけども、天気予報パフォーマンスが、そうそう、フジで見たんですけど、はい、あの数々のメディアで紹介されて一躍注目の存在に、2012年10月、うん、シングル恋の天気予報でね、はい、そうです、日本デビューされたんですよね。いい曲ですよね。え、台湾ガールズユニットの日本デビュー第1号となります、はい、さあ2013年、去年にはファーストアルバムリリース、日本と台湾の架け橋として活躍されてるんですけども、はい、今日本に住んでるの？はい、今でも、うん、今は2年になりました。2年になってもう行ったり来たりしてるんですかね。そうです、今行ったり来たり。どうですか日本は？日本が大好きです本当に大好きですよ。いっぱい美味しいものがあって、はい、ずっと食べ食べ食べて食べて、うん、太った。太っちゃった太っちゃったそうです。何が一番好きなんですか、エースちゃんは？ソフトクリーム。ソフトクリーム、抹茶の味マジ抹茶味。あ、そっか、台北の方では抹茶味とかあんまりないのかな。台湾の抹茶ちょっと苦いです。苦いけど、はい、日本だと日本 の方がミルクの味の方が濃いです、うん、ミルクの味。あ、じゃあミルキーなものが好きなんですね。大好き大好き好きですか抹茶？もう僕に聞くと、いや僕大好きですよ。あ、でもね、抹茶ってね、小豆とかもね結構好きですね僕本当に。熱い。じゃあ何おすすめですか？うん、おすすめ抹茶、小豆、あとね、ブルーベリーアイスクリームとかも結構ね、おすすめかもしれないですけど、僕が話してどないすんねん本当すいません全然大丈夫ですよ。あとね、まあ、日本ね、いろんなところ、まあ、今ディスカバリーしてると思うんですけど、うん、好きな場所とかよく遊びに行ったりとか、はい、どういう感じなの、エースちゃんは？本屋さんです。え、どこどこ？本屋。本屋さん。本屋さん。本屋さんが好き。え、何を読むの本屋さんで？日本の本いっぱい面白い、あと勉強の本です。うん、日本の勉強の本、中学生の、どういうことを勉強するのが好きなの、エースちゃんは？日本語。日本語、はい、日本語。それを本屋で。子供の本です。子供の本。ああ、なるほどね、わかりやすいです。わかりやすい、わかりやすい、はい、それいっぱい買って、うん、でも日本語すごい上達しましたよね。またまたです、うん、また下手です。下手？いや、 そんなないでしょ。今最近なんかすごい好きな言葉とかあります？好きな言葉、うん、カマチョカマチョです。カマチョ、はい、カマチョ、どういうふうにそれを知ったんですか、カマチョって？かまってください。かまってくださいはかまっちゃっていうのね。すげえ、やばいやばい、知らなかったですよ。ちょっと遅れてますね、杉山くん、はい、勉強になりましたか？なりました、なりました、なりましたよ。よかった、ありがとう。でもね、ウェザーガールズなんとね、通算6枚目のシングル、はい、Like You Anyway が一昨日6月4日にリリースされましたよね。おめでとうございます、はい、どんな曲なんですかこれは？Like You Anyway は、うん、乙女な今時女の子のリアルな夏恋のストーリーですよ、うん、あ、なるほどね。そう、なの、うん、聞いたら必ず恋したくなる。おっと、ちょっと切ない感じですかね。じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、それでは私たちのニューシングル Like You Anyway 聞いてください。すげえいい曲ですよ。うん、来ました来ました。かまっちょ、かまっちょ、かまっちょ、知らない、なかった
知らなかったごめんごめん。ちょかまっちょってすげえなと思って。面白い、すげえ面白い。かわいいよ、うん、面白い。かまっちょ、かまっちょ、ね、今は若者の言葉、若者の言葉、かまっちょ、はい、すごいよエイスちゃんね。ツイッター見るとね、うわーかわいい、なんだこのかわいさは。この子にかまっちょって言われたらキュンとしちゃう。うん、ありがとうございます。すげえ。照れちゃった。癒されます。ああ、ありがとうございます。私も入れ。チュミって言って、チュミって言ってだって。チュミ？チュミ、チュミ。チュミ？ヤッピー？やばいやばい。チュミ？やばい。やばい。ごめんなさい。ちょっと杉山さんちょっと結構やられちゃってます。押されております。チュ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 、ほらほらみんなね、こうやって来た来たとかね、来たとか、いやありがとうございます、嬉しい。ねいっぱいいっぱい来てるんですよ。チュミ大好きですよ。あ嬉しい。素敵素敵。皆さん優しいですね。いやでも優しいっていうか結構正直にみんな言うの、そのハロワのリスナーは。だからうん、素敵な曲じゃないですか。今どんくらい行ってるの、こっちと向こう。半分半分ぐらい。台湾ですか。台湾。半分かな。半分半分ぐらい。そうです。でも台湾今、うん、もうすぐアルバム出るから。はいはいはい。はい、あ向こう行ってプロモーションもして。そう。そう、あの目覚ましテレビ、フジテレビのきっと前に出たんと思うんだけど、そこで見て。アナウンサーたちと一緒にみんな一緒に見て、やっぱりこれ絶対売れるでしょ、面白いでしょって言って、アナウンサーたちとすごい結構ハマってたんですよ。でもあの時本当に日本語が下手ですね。関係ない関係ない、衝撃、マジで衝撃。ありがとうございます。やっぴーねえ。ドンドン、チュッチュッチュクチュク。なんで笑ってる。いやいや面白いなと思って、本当に。いや、お今 Anyway っていうところすごい聞いちゃってた、本当に。 Anyway は私の声。なんか今日の担当じゃない人が向こうに立ってますけど。何他の一緒に台湾行ったからね。一緒に台湾に行った、あ、ビジタロ君。ハリ君は中国語もできますか。はい、お届けしたのはおととい6月4日にリリースされましたウェザーガールズ通算6枚目のシングル Like You Anyway でした。ねえ、ちょっとなんかツイッター見ますと、うわかわいい、なんだこのかわいさは、この子にかまちょって言われたらキュンとしちゃうとかね、来てますけどね。ありがとうございます。あとなんかみんな結構ね、どうしても聞きたいあのフレーズがあって、チュミってちょっと言ってくれませんかっていうのがいっぱい来てますけど。チュミチュミチュミ、何語？100語。100語、はい。チュミ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 。でも時間がないですね。ごめんなさい。チュミってなんていう、どういう意味なんでしたっけ。あ、嬉しいの時チュ、嬉しい時チューしてくる。あ、私にチューしてくださいってチューミーって言うんですね。はい、チューミー。チューミーってね。ねえ、もう。いやいや、素敵ですよ、素敵ですよ。で、あのね、A さん、最近、よくね、日本人ね、よくね、台湾に行くのが大好きなんですよね。すごい流行ってるんですよ、台湾に行くっていうことが。で、どうなんですか、 A ちゃんも最近台湾帰って、そうです、帰ってとか。うん、そう、よくか、よく、あ、いそうです。うんね、はい、向こうで今何が流行ってるんですか。今何、うん、食べ物とか。食べ物とか、なんかおすすめの、あの台湾のものとか。うん、やっぱり夜市ですね。何や夜市。夜市、あの夜市知らないの。夜市、ごめん。屋台料理がいっぱいところ、夜の時。ああ、はい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 、はい、そう、すごく人気ある、うん、あの 毎日私は台湾にいる時に毎日行きますよ。あそこに行って、はい、結構観光客も多いところなんですか。そこは士林夜市、観光人が多い、うん、あといっぱい、あの揚げ物とか、はいはい、いっぱいいっぱいあります。もうとにかくいっぱいたくさんあると。そこでじゃあ、あのエースちゃんが行くならどうしても食べるものって何なんですか。あ、日本人受けるのは小籠包です、うんうん、小籠包か、やっぱ鉄板のところに来ましたね、はい、でも私は一番好きのは牛肉麺、うんうんうん、
牛肉麺。はい。ニューロ麺。はい、ニューロ麺。あの辛い方が好き。はーはーはー、結構ねいい感じで辛くしちゃって。はい。ねえ、陽一ね、ちょっとこれ行きたいかな。あとウーローハン。あと、あ、いっぱいいっぱいあります。いっぱいあるけど、とりあえず陽一にぜひと皆さんに行っていただけたら嬉しいっていうところですかね。来てね。ありがとうございます。まあでもね、あのウェザーガール通算6枚このシングル Like You Anyway 6月4日に、うん、ね、おとといリリースされました。はい。で、あさって6月、8日日曜日、越谷の方行かれるんですよね。そうです。越谷イオンレイクタウンでリリースイベントが開催。午後1時からと午後4時からの2回公演が行われます。そうです。さらに8月2日土曜日、3日日曜日行われる、東京アイドルフェスティバル2014にも出演。はい、詳しくはウェザーガールズのオフィシャルサイトをチェックしてください。はい、さらに、そこだけで終わらないんです。今日は素敵なプレゼントがあります。何、成田空港とね、羽田空港から合計週54便で東京と台湾を結んでいる航空会社チャイナエアラインのエコノミークラス、羽田から台北、これ昇山ですね、往復チケット、こちらをペア一組2名様にプレゼントさせていただきます。私も欲しいです。イエーイ、買いなさい。ね、チケットのお引き換えは7月25日まで、かつご出発の7日前までにチャイナエアライン発券カウンターでお願いいたします。はい、また航空券の有効期限は発券日から3ヶ月以内となりますので、サーチャージ、その他の税金など航空券以外の交通費は当選された方のご負担となりますので、そのあたりのことはご注意ください。はい、詳細はハローワールドの番組ホームページをご覧の上、ご応募の方をお願いいたします。いやー、エスちゃんちょっとね、短い時間ですけど強烈でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあイベント来る？いや、これはね、皆さん行くしかナイスワンでしょ。はい、ワンですよ。ワンですよってぶった切られたナイスワン。はい、J-WAVE エンターテインメントストリーム F、 今夜は台湾出身のお天気ガールズユニットウェザーガールズのエースちゃんをお迎えしました。はい、ありがとうございました。シェシェアツアイチェン、バイバイ。バッチリです、バッチリです。ありがとうございます。我以前在那个北京师范大学学了一年，然后回日本啊，所以我差不多完成我的汉语吧。对吗？还是很厉害。你觉得还可以吗？很厉害。嗯，没有没有。ありがとう。ツーショットの写真。没有。出てますか？あ、よ。背が高いです。すみません。でかいですよ、でかいですよ、でかいですよ。はい、行きまーす。ヤッピー。はい。チーズ。エースの方もいただいていいですか？ありがとうございます。はい、行きまーす。ヤッピー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日聞いてね。もちろんです。ありがとうございます。あ、もちろんです。うん、エース可愛い。ありがとうございます。エース可愛いよ。エース可愛い。おのでありがとうございます。またね、よろしくです。またよろしくです。チェックありがとうございます。バイバイ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、オッケー。お疲れ様でした。ヤッピー、ヤッピー。ヤッピー、ヤッピー、ヤッピー。あー、ウケる。ナイスはもうぶったける必殺技。よく分かってなくても口出すっていう、ね、口出すっていうね。すげえな、この曲。
ちょっとこれ両方で聞いといて、うん、おお、ハーモニカすげえ。いやちょっとこれ凄まじいですね。ちょっと言葉が出ないぐらい素晴らしいです。お届けしているのは1973年12月に発表され日本初のミリオンセールスを記録した井上陽水さんの大ヒットアルバム氷の世界、発売40周年を記念して最新デジタルリマスターで先月リリースされた氷の世界 40th Anniversary Special Edition に収録されたバージョンで氷の世界をお送りしました。J-WAVE Hello World 11時台は先月リリースされた井上陽水さんの40年前の名作氷の世界デジタルリマスターバージョンと過去の音源を聞き比べしていきましょう。まあ、先ほどはですねデジタルリマスターされた最新バージョンをお聞きいただきましたが、それではリマスタリングされてないバージョンの音源は一体どんな音なんでしょうか。一番最初に CD 化されたバージョンでもう一度氷の世界聞いてみましょう。うわ全然違う全然違う、へこむね、あうん、いやにしては最高な音ですね、うん、これ、うん、でも40年前でこのバランスってすごいよね。やばいっす。40年前ですよねこれ。40年前の録音でもこのデフィニションっていうかめちゃくちゃいいじゃないですかね。でもそこまで落差がないというとそれまた違うとね、一体どういうところが具体的に違うのかもう一度最新デジタルリマスターバージョンを聞いてみましょう。いかがでしょうか。皆さん音の違い分かりましたか。まあ、一番最初の出音を聞いてみますとやっぱその音圧そしてボリュームなどがちょっと違うんじゃないかなと思う方も多いかもしれませんが、ケッツさんはですねデジタルリマスターバージョンはそれぞれの楽器がくっきり分かる感じかなと、さらに美香子さんはうわ違いが分かる低音がズンズン来る感じがいいなというふうにおっしゃっております。さあ答えは一体どういうところにあるんでしょうか。今回の氷の世界のリマスタリングを担当したバーニー・グランドマンマスタリングの前田さんに氷の世界のデジタルリマスターについてお話を伺いしました。
あのイノベーションの氷の世界っていうのは僕をこの業界に引っ張ってくれた大野進さんっていう人がいて、その人がやった作品だから、まあ、やってみてって言われてやることができたんだけど、その時に初めてね氷の世界っていう作品を聞いて、とんでもないのよ。当時72年の作品なんだけど、72年ってレコード版なわけで、でその頃はマスタリングっていう作業なかった、カッティングっていう作業で、だからほとんどのエンジニアさんはミキシングっていう作業を終えたらそのままあのアナログを切ってたんだよね。だから当然当時のエンジニアさんっていうのは、文化的意識も高いし、1曲から10曲トータルでミキシングすることも今みたいにバラバラな人がやってるわけじゃなくて、だからピッチリとレベルを揃えて物事が作られてるのが普通なんだけれど、氷の世界に関してはバラバラで、おかしなぐらいバラバラで、なんか星さんも高さんも酔っ払ってたんじゃないかなっていうぐらいバラバラで、だからそれぐらいな作品だったから、当時その針を落とした時にそのバラバラ感が多分とんでもないインパクトを与えたんだろうな、だからその50万枚とか100万枚っていう数に到達したんだろうなと思って、でその感覚が普通に残ってほしいなと思ったのね。でまあ恩師報いではないけれど、やっぱり彼が仕上げたものを当時の感覚で針落とした感覚で聞いてもらえたらなという意味合いで、ほとんど何もしなかった。大きなところで4デシって言ってちょっとデシさんの人は分かりにくいかもしれないけど、こうボリュームを4クリックぐらい上げるような勢いの違いが途中あったりして、それって普通はマスタリングだと合わしちゃうんだけれど聞きにくづらいからね。でほらトータル的に大きい方が鳴りが良くなるから、ラジオとかの。でもそういうこと一切せずに、その4デシの幅があるように当時聞いたんだろうなと思って、そういう作り方して、だからほとんどレベル調整もせずにイコライジングって言って、その音響補正をするんだけれど、そういうもほとんどせずにマシンのクオリティと今の機材のクオリティだけで作り上げて、まあ若干の補正はしたけれど、でもそれは本当にビビってるもんで、だからその前に何作が出てるんだけど、何作っていうかリマスター版が何かが出てて、僕は全然聞いてなかったんだけれど、まあ終わった後にその曲感が当然あるじゃない、で AB 面の曲感が当然あるから、それをもう過去のものと合わせるのに一度こう取り込んで過去のものと比べてその AB 面の曲感を合わせたのね。その時に過去のものを聞くことができて、その時にもうピッチリレベルが合わせてされてて、なんかこれこういう風に作らなくてよかったなってその時思った。うん、だから今回どれくらいの人がその新しいやつをねリマスター版を聞いたかもしれないけれど、リマスターって言われてるけれどリマスターじゃない、逆は全然逆な、もう過去に戻った感じだから、そういう作品があってもいいんだろうなっていうか、まあ星さんのことも知ってるし、ね、高さんのことも知ってるし、オンさんはもちろん名前付けさせてもらったから、その人たちが作り上げたものをそのままの形で当時の感じで聴いてもらいたいな CD をと思って今回は作ったのね。それはね、まあ僕の勝手な感情移入でしかないけれど、リマスタリングのあり方の一個逆を言ったリマスタリングかなとはちょっと思ってる。本当になんかね、とんでもないな、なんかここでこんな楽器がウィンドチャイムでこんなでかく上げるかぐらいでかかったり、でもその普通ならね、こうバラバラのものをつなげ、まあそのまま聞いてしまうと当然ボーカルのレベルとかが小さかったり大きかったりして聞きづらいんだけれど、心の世界って作品はあれここへこんなに大きくなったのに次のバラードはそんなちっちゃく感じないなっていうぐらい不思議な作り方がされていて、それがなんか偶然そうできたのか意図的にそう作ったのかちょっと分かんないけれど、でももう本当に魔法のような作品だった。すごい配慮ですね。
いやこれはすごいっすね。すごいじゃん。いやーこれまた素晴らしいですね。なんて生々しいんでしょうか。楽器それぞれのキャラクター本当に感じます。深く響いて支えるベース、空気を切っていくようなこのギター、鳴り響くこの鍵盤の懐かしい音、美しいです。最新デジタルマスターで先月リリースされた氷の世界 40th Anniversary Special Edition から今和野清志郎さんと井上陽水さんの共作帰れない二人をお送りしました。さあ氷の世界は今のレコーディングからは考えられない録音がされているので、今回リマスタリングを担当した前田さんは師匠のレコーディングしたその当時の40年前の音に近づけるという今までのリマスターの逆をいく作業をされていたんですよね。前田さんは5月19日のツイートでこんな言葉をつぶやいています。井上陽水氷の世界のサンプルいただきました。これをもって大野進む師匠のお墓参りに行きたいと思います。当時あなたが仕上げたことを思って全力を尽くしました。はあ、ね、本当にあの先ほどのインタビューからの言葉も感じたんです。このツイートを今読ませていただくとさらにこの大野進む師匠と、この前田さんのこの関係性、なんかその2人のこの作業の絵とかがちょっと見えてきましたね。そしてこの師匠に向けてのこのリスペクト、本当に感じさせていただいてます。はい、そこで今回の氷の世界のリマスタリングを担当したバーニー・グランドマーマスタリングの前田康さんにさらにお話を伺いしました。人だからさ、やっぱ音楽ってそういうとこがいいよね。やっぱね、こうああこういうか
ことが学校だったんだなとか、これの時にこうだったなとか、こう思い出して思い出させてくれる。だからそれをやっぱり大事にしていくことがリマスタリングなんだろうなとはちょっと思うけれどね。でもそろそろ新しい時代には向かっていきたいね。それはみんな思っているんじゃないかなと思う、音楽好きな人はね。僕たちマスタリングエンジニアっていう人種は失われてるものを特によく分かってる人種だから、例えばねビートルズっていうグループがいて、それのマスタークオリティを誰も聞いたことはない。世の中そう60億人いてところで、本当に数十人の人たちがそのマスターのクオリティを知ってるぐらいで、あとは誰も聞いたことない。でビートルズなんてみんな聞きたいわけじゃない、そのマスターのクオリティを。でも未だに聞いたことはないわけよ、みんな。で何を聞いてるかというと、やっぱり CD だったりアナログだったりが多分一番ねベストなクオリティとして世の中に出てるものだと思うんだけど、今ちょこっと今入り、まあビートルズはまだ入れそうないのかな、出だしてるアーティストさんもいるけれど、だしそこのなんだろう、マスターのクオリティっていつかは聞いてみたいなと思うのはやっぱり音楽好きな人だと思うから、やっぱりそこをいつか解放する時代が来ればいいなと思うけれど、そのやっぱり CD になるまでにいろんなものが落とされてるっていうこと、その CD の企画の中に入れるっていうことによって、うん、もう全然話にならない。あ、うん、でももっとすごいみんな、だからそのクオリティをいつか聞いてほしいなと思うけどね。やっぱりファンの憧れじゃない。そうです、ね、うん、スタジオでそのミュージシャンが聞いてた同じレベルの音が聞けるんですもんね。そうそう、これが OK 出たんだよねっていうのを聞いた時の感動ってびっくりするよ、うん、こんなにすごいんだと思う、うん、なんかそこをみんな体感できればいいなと思うね、うん、映画好きなんだけど、映画ってさ、その作った人の再生環境に近いところで再生されるじゃん、まあ、映画があるから、うん、まあ、それは素敵だなと思う。で音楽って作ったところの環境では絶対聞けないじゃん、だから失われてるものは絶対でかいんだけれど、その利便性が勝るんだよね。だからそのあとほら、その作品に対しての感情移入が、映画とは違ってその時のモーメントだったりするから、まあ、聞き方がね、ずいぶんその脳で聞くっていうよりも心で聞いてるって人が多いわけで、で、リマスタリングってどっちかっていうと脳の聞き方じゃない？どっちが良くなってるんだろうとか、完全に左脳で計算して、あ、ここはこうなんだとか聞いちゃってるわけだから、でも音楽ってそうじゃなくて、右脳で聞いてて、一緒のうちになんか心に入っちゃって、あって思っちゃうのが思うと思うから、その辺のバランス感がやっぱり、難しくて、でその左脳と脳を響かすっていう意味ではマスターのクオリティがどのかの時代で手元に送れればなと思う。俺が思っている中で CD ってね、もう限られてるじゃない、その800メガっていう、まあ、800メガちょっと切るんだけど、800メガって器の中に音楽の情報量を入れてそれを今週まで届けてる。800メガってって話じゃん。うん、そんなの今存在するんですかの勢いじゃない、その10倍の1ギガがこんなサイズなのに。でそこの800メガっていう情報量って結局アーティストがそこの域を出れないのね。うん、でも宇宙がもっといるわけじゃん。でそこに出たら時のアーティストの可能性ってすごい無限大だと思っていて、でそれを CD っていう器が閉じ込めちゃってるなとちょっと思ってるんだ。だからそれをなんか覚醒できるような日がいつか来ればいいなと思って、なんかまず器のサイズを広げたいな。それがまあハイリゾっていう形なのか、ブルーレイっていう形なのか分かんないけれど、まあ将来的にもっとね違うものなのかもしれないけれど、なんかまず一つはマスターのクオリティを届けたいなって思うのもあるんだけれど、そのアーティストの力が今本当に脳みその 10% しか作ってないような、ね、1ギガサイズがあったら 10% だからね、
の状態だから、本当にその 100% 作れる器がでかくなって 100% の能力を発揮できるようなことが起これば、なんかすんごい面白いものがアーティストさんによっては作れんじゃないかなと思っちゃう。だから今もったいないよね。うん、こんだけ面白くなってきてるのにね。だから800メガでやっぱり満足してるのはじいさんでいいじゃん。若いやつらはそれじゃもう満足しなくなっちゃってるわけだから。だからその新しい発想感とか、本当にそういう形が物事として起こってこないと脳が動かないから、その発想力がそこから動かなくなっちゃったっていうのは辛いよ。それにもうね、20年30年って甘んじて生きてるわけだから、やっぱり脳みそも退化するよね。作ってる側もだからそこに収めりゃいいやと思い込んじゃってるから、作る以上のことの発想力が動かないからね。だから新しい器をポンってあげて、そっからの発想力ってすっごいよ、びっくりする。バーニーグランドマンマスタリングの前田康二さん、ありがとうございました。本当に心にしみるような印象的なお言葉たくさんいただきました。失われているものを知っている人種、それがリマスタリングを担当するこのエンジニア、そしてアーティストの力を本当に 100% みんなに感じてもらいたいというね、言葉をいただきました。この CD、 あくまでこの800メガの世界で満足してほしくはないと、800メガのこの世界、そして箱でミュージシャンの発想力はもう収まらないというふうにおっしゃってましたね。もっといい音がリスナーに届けられるのには CD では届けられない。そしてもう CD の時代ではなく、もっと大きな箱、場所、そして音楽を楽しむ時代になったのではないかというふうに、前田康二さんおっしゃってましたけどもね。やっぱりこれは本当にその音の素晴らしさ、そして美しさ、そしてそのマスターのクオリティを知ってるからこそ言える言葉ですよね。でもやっぱり一その音楽ファンとして、この井上陽水さんの作品もそうですけど、ビートルズの作品、そのマスターというものは一体何なのかちょっと知ってみたくなりますよね。CD アナログだけではなく、今後、いかなるもの、どんな発想があるのか楽しみです。さあ J-WAVE Hello World、 お知らせの後はデジタルリマスターされたゼッペリンのあの名曲です。オンエアさせていただきます。いや、今日の企画は楽しいですね。最高。めっちゃいい話でしょ。めっちゃいい話。そうだよなと思って。それで俺その話聞きに行って、もうちょっと仕事にやる気が出て。ああ。だって今日台本ちょっと送られて見た時にコメント6分15秒思っちゃって。これ納得ですね。全然違う。ああ。
Flashback to 1970s Led Zeppelin Immigrant Song。 お届けしたのは1970年にリリースのサードアルバム Led Zeppelin 3から移民の歌 Immigrant Song でした。おとといリリースされた最新デジタルリマスターバージョンでお送りしました、ね、かけた瞬間に皆さんツイッターで来た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 、おー移民の歌とか、リアクションありがとうございますね。まあそのあーだけではなく、今まで聞いたことないような、音が次から次へと聞くことができてますが、ツイッター見ていきましょう。まあ今日全体のリアクションですが、まずは千秋さんですね。なんか今日は、ゼッペリンと陽水さんの曲聴いて、ゾクゾクとした音楽でゾクゾクするこの感覚久しぶり、デジタルリマスター版を聴くのは初めて、アルバム聴く感覚と同じ感動がありますね。いやもうおっしゃる通りですね。井上陽水さんの曲もなんかもちろん陽水さんのボーカルももっと言葉一言一言ずっと染みてくるもそうなんですけど、ただ音楽その音の後ろの楽器を聴くだけでここまでなんか心が揺れるっていう、ちょっと正直味わったことないような感覚、非常に快感です。オダッチさんです。ツイッターですね。このデジタルリマスター版の聴き比べ面白い、ありがとうございます。音が生き生きと立体的になっている、過去が現在に蘇る、技術の進歩はすごいなというふうにおっしゃってます。ありがとうございます。メッセージの方、読ませていただきます。ラジオネームタクさん、ハローハロー。ニルヴァーナのネバーマインドに入っている Smells、そうですね、 Like Teen Spirit と、ニルヴァーナのベスト版でデジタルリマスターされた Smells Like Teen Spirit、聞くと全然違います。デジタルの方は丁寧に加工されている感じがあり、ネバーマインド収録の Smells Like Teen Spirit の荒々しさ消えていて、曲の味が消えてしまった感じがします。逆のパターンですねこれ。ニルヴァーナは人に勧めるならネバーマインドの CD を勧めた方が気に入ってくれそうな気がします。リマスターもね、いいところ悪いところもあるでしょうけどね。ね、まあ本当に音は人それぞれの思い出がある、人とそれぞれというふうに前田さんもおっしゃっていましたが、そのようなケースよね、ケースですね。たくさんありがとうございます。もう少しツイッターいきましょうね。宮下様さん、リマスターをドラえもんで例えると音のタイムマシーンっていう感じでしょうか。確かに、ね、当時にタイムスリップして、マスターではなくてもその場で聞いたかのようなクオリティをみんなに聞いていただく、それがリマスタリングのパワーなのではないでしょうか。もう一度いきましょう。美香子さん、機材の違い、技術的な能力によってこんなに変わるものなんだなと。でも当時の雰囲気も味わい深くていいものですしね。まあ本当にデジタルリマスタリングバージョンの相当かっこよさ感じさせていただいてますと。美香子さん、ありがとうございます。おけちさん、そうなるといい音って何なのかちょっと考えちゃうねって。ああ、ね、確かにいい音って何なの、それって変な話心に伝わるもの、それは何なのか、当時に、ね、タイムスリップしてプレイバックして、あの時のあの音いいな、でもちょっと今聞いてちょっと違うんじゃない、それなのか何なのか改めて聞いて、あすげえ、このライブ感何なの、まるで目の前にジミー・ページがいる、今ロバート・プラン、ジョン・ポール・ジョンズ、ジョン・ボナムがいるかもしれない、それなのか、ね、人それぞれによって違うと思いますが、なんかねもうこれね本当になんかこのオンエアを僕させていただいて、もっと音楽が単純に好きになりましたね。もっと聞いてみたくなりました。うん、それ比べてみてね、レッド・ゼッペリンもそうですし、井上陽水さんの音源もそうですし、ビートルズもそうですし、なんかもっと日常的に音楽を知りたいっていう、なんか一応まるで子供に戻ったかのようなこの興奮、味わいさせていただいております。 J-Wave Hello World、今夜は最新デジタルリマスター版でリリースされたレッド・ゼッペリンのアルバムと井上陽水さんの氷の世界、過去の音源と最新デジタルリマスター版を聴き比べしながら、知ってるようで知らないデジタルリマスターにフォーカスしました。いやありがとうございました。ありがとうございます。いいまとめコメントありがとうございます。いやーこれはもうもういやすごいもん本当に、ね、もしかして我々が聞いてるヘッドホンと J-Wave のシステムっていうのもあるかもしれないですけど、いやね
あのこんな世界聞いた時ちょっと正直、うん、あこれ知っちゃっていいの俺みたいな、うん、そうね、なんかいや音楽ってまだまだおもろいなっていうね、いやまだ全然ね、あの舐めたもんじゃないっすよ本当に、うん、もっと聞くべきアルバムいっぱいあると思うし、うん、でからこそさもっといい音で聞いてみたいアルバムってやっぱりいっぱいあるし、うん、いっぱいありますね。あとあこれを聞き始めるとおそらくねちょっと自分の中である程度基準っていうものができると思うんですよ、うんうん、これがいい音とか、うん、これが微妙な音とか、そう、ね、あこれもうちょっとこういうふうにレコーディングすればよかったんじゃないかなって、もしかしてそういう意見があって もっと身近に音楽を感じることができると思うんですよ ね、 ね、やっぱああやって愛を持ってる人がここで仕事して音を作ってるわけだから、やっぱそれなりのお金がかかるわけやん、うん、と時間もかかるんですよ、ね、みんなあのもちろんアーティストさんがまあ、あのチェッペリンの話だと30時間で撮っちゃうとかするけど、そういう感じじゃないから何度も何度も撮り直すパターンもあるし、いろんなねその場のプロデューサーとのディスカッションがあって、レコーディングエンジニアって見ればレコーディングからのミックスエンジニア、マスタリングエンジニアってもういっぱいいろんな人が、もうお金かかるんですよ音楽って本当に。それやっぱねファストフードとやっぱそのあの分かります、うん、あの生地からすごい作り上げてステッチからこだわる、あのねブランドさんと、うん、なんでもかんでも無料でいいじゃんっていうのはのところも多分ね、うん、そうだと分かるかなっていう、分かる、だから100年後音楽どうなってるのかっていうね、なんかほらアナログレコードを買ってそのままかけるあの針を落とすプロセスっていうもの自体もすごいいいじゃないですか、うん、だけどもちろん CD もめっちゃ便利っていうのもあるし、じゃあできるだけいろんな人たちに音楽を味わっていただきたいっていうのと、まあ、今も CD の時代じゃなくてもうかもダウンロードなわけじゃないですか、うん、無料ダウンでプチってプチって、うん、前田さんに言ってたけど、いやもう配信と CD とはもうマスタリングの時点でやり方全然違うって、うん、CD には自分のこの音に作りたいっていうものを持っていくけど、ああ、そうそう、やっぱ MP3 にはやっぱそれ用の、あバランスとかミックスとかマスタリングのテクニックがあるんですね、やっぱ一番いいのはアナログだって、やっぱアナログレコードアナログからアナログでいってるからそこに落とされてるものはないから、うん、今データを単純に一番いっぱい最も含められるっていう、うん、面白かったです、いやありがとうございます。デジタルリマスター版と普通のやつ両方欲しくなっちゃいます、うん、そうそうそう、ね、あと井上陽水さんのケースではもう他のリマスタリングもありますから、ね、前のバージョンもね、だからゼッペリンでも94年のバージョンとあれでやっぱ違うように、うん、そのマスタリングエンジニアがどういう気持ちでやるかによってやっぱ音出来上がってくると変わってくるから、うん、あとゼッペリンすげえなと思いましたね。やばいバンドっすよね。やばいよやばいよ。やばいよ。改めてやばいバンド。お送りしているのは遥かとみゆき、その日が来たらでした。 J-Wave Hello World、 お知らせに続いては日本赤十字社学研 The Reason Why、 ナビゲーターは南沢直さんです。僕ハリー杉山とはまた後ほど。前田さんから今俺メールじゃなくてツイート来て、はあ、津田さんありがとうございました
この間は音を聞かれなかったのでぜひスタジオに聞きに来てください。おお、すげえ。嬉しい。すげえ。聞いてくださったんですね、うん、オンエアを。やばいよね。やばいよねこれ。僕あのチケット全部外れました。ゲットしようとしてる。
よいよ開幕する 2014FIFA ワールドカップ、 J-WAVE は日本代表戦を全戦オンエアするほか、さまざまなコンテンツサポーターの皆さんと心を一つにしていきます。特設サイトではジョン・カビラさんが監督、 J-WAVE ナビゲーターがサッカー選手に扮した J-WAVE Football Fever オリジナルクリアファイルを毎日10名様にプレゼントしているほか、六本木ヒルズに期間限定でオープン中の 2014-2014FIFA ワールドカップブラジルスタジアムで行われる日本代表戦初戦のパブリックビューイングへの招待企画を実施中です。ぜひともアクセスしてみてください。それではアンドロープを書き下ろしによる J-WAVE Football Fever 2014キャンペーンソング。なんでなんでフ結構早く読んでましたよね今ね。さっきの方が早かったってことですかね。そうなんですよ。なんとなく理由は分かってんじゃないですか。なんでだっす、なんだ噛んだからだ。それでアンドロープかけろしによる JW フットボールフィーバー2014キャンペーンソングをうおーっていきなりうわーやっちゃったな。これって後ろって乗れる感じですか？ああ、そうやって曲に乗りますか？弾きます？ああ、はいはい。おいっす。であのメッセージいきます。ここそうですね。それでその後すぐ1曲いく感じで OK です。まあ 1分ぐらいですかね。何ですか。お送りしたのは J-WAVE フットボールフィーバー2014キャンペーンソングです。アンドロップでランお送りしましたね。えもうワールドカップも待ちきれないですよ。しかもですねこの日本代表戦、初戦コートジボワール対日本代表パブリックビューイングなんですけれども、実は、MC 私ハリー杉山させていただきます。なのでぜひともですね、当日10時キックオフですが一緒に見ましょうよ。これ一緒に我らがジャパンが勝つ岡崎ゴール
見ましょうよね。あのコートジボワール強いんですよ、うんね、だけど強いポイントとしてはこのねアタック、ジルビーニョ、カルー、そしてドログバーの後ろにいるもうボールが全然取れないヤヤトゥーレっていうね、とてつもないね、やや怪我明け気味なヤヤトゥーレ、すいませんカビラさんのダジャレ完璧にパクリさせていただきましたけども、ここをなんとか抑え込んで向こうにディフェンスラインね、結構ねあのラインコントロールが難しいというか、あのあまりうまくできてないというものあのちょっと望んでるところなんですけど、そのオフサイドトライプを破って岡崎見えてます、何回岡崎って、叫びたいのか、ぜひともね、6月、15日朝10時ですね、私と一緒に、2014 FIFA ワールドカップブラジル、コートジボワール対日本代表を見ていきましょう。さあ、ハリー杉山ナビゲートしてます J-WAVE Hello World、 お別れの時間です。6月のハローのエンディングテーマ Charisma.com、 一昨日リリースされたアルバム Dystopian からの、粗大ゴミの声というのがなかなか印象的な、タイトルですが、まあ今日はですね、なんといってもこの、まあ、デジタルリマスタリングの世界ですよ。いや、どっぷりハマらさせていただきました。欲しいですね、オリジナルの、CD も買って、デジタルリマスタリングされたバージョンも両方買って聴き比べしていただきたい、していきたいです。で、しかもそれちょっとなんかあの僕の家のシステムちょっとアップグレードして、これちょっともしかして、これちょっと行き過ぎかもしれませんけど、後ろのケーブルとかもねいろいろ変えちゃったりすると音がまたちょっと違うような風に聞こえてきますがね、その人前田康史さん、本当に貴重なお言葉ありがとうございます。やっぱりその、やっぱり音楽を作りに至って、もちろんアーティストさんがもう何時間何日間何年間も努力を、ね、続けるわけなんですけども、それだけではなく現場のスタッフさん、さらに、レコーディングエンジニアもいれば、マスタリングエンジニア、しかもミックスエンジニア、いろんな方がいます。それね、最終的に作るプロダクトをちゃんとやっぱり味わいたいですね。うん、こういったいろんなね、いろんな例えばそのアナログ以外にも、データを存分に体全身で味わえるような、方法が出てくると思いますが、しっかりと、ね、していきたいと思います。さて、来週のスペシャルウィークのハローワールドもすごいです。あ、その前にちょっとですね、そこごめんなさい、チャイナエアラインのエコノミークラス、先ほどね、A 社来ましたが、当選者発表させていただきます。羽田から台北往復チケットペア1名様のプレゼント、当選者はラジオネームマグノリアさんです。おめでとうございます、 Congratulations、 楽しんできてください、マグノリアさん。さあ、ここで来週のスペシャルウィークのハローワールド、すごいんです。まずは6月9日月曜日、カレーカップ2014、カレー好きの有名人によるレコメンドカレーをスパイシーに評価、ハロワ的ナンバーワンカレーの座は一体どの皿の手に。さらに6月10日火曜日、 J-WAVE Time Day Special、時の記念日を記念して J-WAVE にグランドピアノが登場、大塚愛さんのライブをお届けします。続いて6月11日水曜日、 J-WAVE の巨人が語る進撃の巨人、J-WAVE が誇るミスターベイグ、もちろんあの方です、ビートプラネットナビゲーターの我らがサッシャさんが登場。今大人気の進撃の巨人の面白さを伝授しに巨人がやってきます。6月12日木曜日、先取り最新水着コレクション、今年も夏がやってきますね、そろそろ気になってくる最新水着事情をチェック。うん、サウンドセクシー、ハン。そして来週金曜日6月13日ですね、トロトロクリーミークリームパン会議、大人気シリーズのパン会議シリーズ、トラディショナルなものからも本当にですね、最新の進化型まで、様々なタイプのクリームパンにパンラボの池田博明さんとかぶりつきます。どうぞお楽しみに。 J-WAVE この後12時から藤田匠さんがナビゲート、東京リアライセット続きます。よろしくお願いします。ここまでのお相手は私、ハリー杉山でした。 Have a fantastic weekend. Cheerio to time. It's a good nice one. Bye bye.日本代表日本代表、どうでした、どうでした、
そう。ありがとうございます。いやいい企画でしたね。よかった。まあ作品がいいからね。まあそうなんですよ。まあそもそもアーティストさんが作り上げてるものがもう半端ないで、レッド・ツェプリン。の様子ですもんね。うん。だからまあビートルズですよね、リマスタリングをコンペアしたいっていうのは。それもあるし。まあでもよくわかりますよ。あのタックさんからのご意見で、スメルズライクティーンスピリットのデジタルリマスターされたものが全然違って、うん、ちょっと加工されてる感、うん、あのよく、レコーディング、まあ、いろんな現場なんかその見る機会が、ね、過去にたまたまあって、うん、やっぱりその例えばこのセクションを何回も取り直そうとして、うんうんうん、みんな結構よくあのコピペコピペコピペじゃないですけど、うん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 、じゃあこのギターもちょっとこんな感じで弾いてて、そこでそこの部分だけでん大丈夫か、うん、大丈夫です、あのボツって入れちゃおうぜってことで、うんうんうん、全体的にグルーヴ感を失ってしまう時もあるんですよね、うん、そうね、うんうん、でそういうことを考えると昔のミュージシャンってコピペなんかそんなもんなんかあの できるとかそういうじゃなくて、もう一発でボーンじゃないですか、うん、これあの中尾美恵さんからもよく聞いてたんですけど、一発やってそれテープ実際がもう足りないわけですよ、うん、だからそのトラックぐらいしかなかったから、ライフを4本、はい、とりあえず LR、うん、あとはボーカル、とあともう一個みたいなところだから、もう全体で鳴らしてる空気で撮るしかなかったわけね、モータウンとかもそうだしさ、だからあの一発勝負で、それ本当ガチの一発勝負なんですよ、うん、それダメだったらもうその日のレコーディングがなしだもんね、もうアウト、予算がぶっ飛ぶ、みんなのギャランティーをレコード会社が払ってて、でそれはもう一日払って誰の責任だったんだ、ボーカルの責任だって、もう大変なことになるわけじゃないですか、その世界ので勝負されてた方々と今の方々をちょっと比べると、まあ、ちょっとなんか違うっていう人もね、そうね、いたり、モータウンとかさ面白いじゃん、うん、なんかあのそのスターな例えば、まあシンガーがさいて、でもバンドが、まあ、一発で撮るからさ用意してるわけじゃん、でそのスケジュール撮ってスタジオに用意したんだけど、そのボーカルが、まあ、風邪ひいたりだったり体調が悪いだったりさ、なんで来なかった、でもこのバンドがさもう用意されてるから、でも一発で撮るわけだから、ちょっともう誰かいないのかっつって、その今までコーラスやってた女の人が「お前歌ってみろ」っつって、で歌ったらそれがめっちゃよくて、それでそのままスターになるとかさ、はあお前いけんなみたいな、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、もうこれで出しちゃうよみたいな、でそれでシングル切ってすげえ、でスターになっていくとか ね、マスタリングっていう作業がなんかカッティングって言ってますもん、うん、カッポーンっつって、すげえなーと、はあ、いい音楽のシステムが欲しいですね、ね、俺今ちょっと事務所に、はい、あの作ってて、やばいやつなんですか、いやあの今徐々にケーブルねとかもさ、ちょっとなんかあのいろいろケーブルあるんですよね、親入れっていうと、親入れ、ね、なんだっけ、ブラックウィドウと、うん、津波でしたっけ、夢のもあってね、あのブラックマンバだっけ、ブラックマンバだ、ブラックマンバだ、ブラックマンバだ、ごめんなさい、で、そのケーブルを使って冷蔵庫、音響じゃなくて冷蔵庫に突っ込んで冷蔵庫の性能を高めようとするっていう人も知ったんですけど、じゃあ安定供給でいくとあのブーンが、はい、のグルーヴがよくなる夜中にブーンっていう怖いっす、逆にちょっと怖いっす、すんげえ低音出るようになったのうちの冷蔵庫でブーンっつって、あの吉井和也さんがケーブルとかケーブルマニアなんでね、めっちゃ詳しくてもね、音のミュージシャンですもん ね、うん、親入れのでもあれ口座があるんだよね、自分で作る口座だから、そうすると3万円ぐらいのケーブルが自分で作るんだけど1万円で作れるんだ、すげえ、半日講習で、すげえ、材料代だけでできるから、ほんで行くよみんなでそれロケするかすごいっすね、それロケして何に差し込むかだよね、元の比べ、だからオカピはカメラの電源に入れて、俺は何に入れよう、この放送に関わるものの電源にぶち込もうぜもしくは面白いっすよね、
そのまま向こうのメインのあのケーブルをブチってやってブチってJWave 何も聞こえなくなってブチ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 って、本当にはい戻りましたって大事故大事故で大事故。そうで俺もさ、それでさ、まあそんなに俺マニアじゃないけど、ちょっとこだわろうと思ってこの前さ、はい、電気屋さん行って太めのスピーカーケーブルを買おうと思って、はあ、おおかっこいいなこれオレンジのやつ、これで いくらするんですかっつったら、これメーターいくらだったか750円だって言うわけで、もまあじゃあ5m5m で LR だから 10m ください、それでも7500円だろうよ、結構な値段だなと思って、あまあでも男多分良くなるんじゃないかと買って帰って、で家帰ってスピーカーに入れようと思ったら、そのケーブルが太すぎて入んないわけよわあこれもっと上用の上なスピーカーのやつだったかと思って、あじゃあしょうがないか、ヤマハの天盛りがあるから、じゃあ天盛りにつけようと思って、天盛りの裏は結構でかいやつだったから、はい、あこれ入るわと思って、アンプ側が入んねえんだよ、ね、あなるぞこれ。それ返品ダメだったんですか。いやダメでしょう、だってもう完全に切っちゃって、これだってこれやっちゃってるもんそっかそっかね、あんまりね無理に差し込むとさ、あれがこうベラベラってなってさ、結局もうちょっと切れなくなって、どんどんケーブル短くなっちゃうじゃんちょっと残念だ残念で、あれどこに使おうと思った、あのケーブル残念だな、7500円したね、あまあいやまたやりましょうか、音楽、うん、いややる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 、ぜひ、いやいくらでもできるもんねこれね、本当にさっきのスメルズライクティンスピリット、スメルズライクティンスピリット、聞き比べて、あ25周年ね、うん、俺はうん、俺あれボックス持ってっからこの企画番組のために買ったんだよし、おもう時間になりました、皆さんありがとうございます。ちょっと明日は僕昔すごいお世話になってた番組のプロデューサーさん の家にお邪魔するんですけど、あれですね、河口湖とかあっちの方なんで、うん、ちょっと早朝が結構バスにビューンって乗ってあっちの方に向こうかなと思って、土砂降りらしいですね、本当に外が、先ほどあのリスナーの方がおっしゃってくれたんですけど、まあ土砂降りじゃないかもしれないですけど、ただ結構あの雨が強くなってるという感じなんで、皆さんちょっとまだ外にいてね、あの家に帰る途中であればちょっと気をつけてください。おじいちゃんおばあちゃんとか結構困ったりねしてる時もいる時、ちょっと一声、ね、かけていただければと思います。ではでは今日もありがとうございました。あのオンエア中最後の10分前までには結構いい感じにほぼノーカミだったのが最後に日本代表日本ちょっと違いますよね。それではグッドナイトバイバイ、おやすみなさい、スワンちょっとおかしくなさい、